さて、クルーズ TV アクトレスガールズの花金 TV アフタートークでーす。じゃあ改めまして MC の西原まりのです。はい、こうきです。はい、はい、藤本コアラです。はい、はい、青葉チーです。よろしくお願いいたします。見ていただいた方は、配信、生配信を見ていただいた方はで分かった通り、あの皆様は汗をかいております。ツイスターゲームでもうすごい角度とか体感とかやっておりますので、今みんな熱くて仕方がない。ここに汗かいてトレーニングの時にがっつりちゃんとね、もう暖かくなってきましたから最近は、はい、なので花粉にやられてる人もたくさんいるのではないでしょうかという、あ、いらっしゃる、うん、ね、あのマスクね、なんかまあ外してもいいんじゃないかみたいな風に最近なりかけてますけども、外せません。花粉のせいで外せません。ね、情報にも条件にも合ってる。外せばいいのに、そう、死んじゃうんだよっていう感じで。こっからこっちは花粉ではない。こっちはこっちは花粉やられてる。そんなチームでやっております。そんなチーム。それは嘘です。はい、そんな感じで、ね、もう暖かくなって、もう卒業シーズンだなという感じで、入学式はね来月ですので。今月は卒業シーズンなんですけども、皆さんなんか卒業で思い出すこう自分の思い出とかなんかありますか？卒業の思い出。卒業ですか？いいですよ、どうぞ。いや、卒業、私は学生の時に卒業式の日に好きな人に告白絶対しようと思って、今日しか会えないからと思って、行こうと思ったんですけど、行こうと思って声かけようかなと思ったら、その子が、その好きな子がなんかふらーっとこう体育館に行ったんですよ。あれと思ってちょっと つけちゃったんですよ。そしたらあの別の子に告白されてて OK しちゃってて、あらっていう、あっ、そうなんですね。あっ、待って、そしてあの言えもしなかったっていうのがあれだね。伝えれず、ちょっと待ったって入ったら、言えばよかった。私も好きです。私も好きなのよ。どっちを選びますか？やってもドラマだ。ドラマでしか見たことないよね。それできたら、そう、でも卒業式だったからもうそれ、まあね、そうだね、会えなくなっちゃったので、でそれ以降は何してるかもわかんないんですよ。そういうのあるんだね。甘酸っぱい。あります？これに勝てる話。ありますよ。絶対に。ありますよ。ないな。ちょっとない。まあ普通に卒業式って泣きましたか？何人でもいい、卒園式でもいいし、小学校、中学校、高校、大学でもなんかいろいろ何でもあると思うんですけど、あの中学の時にあの吹奏楽部なんですよ。で、なんか体育館ってなんで笑われたの？なんで？なんで？結構あれだったけど、全然意外でもなかった。吹いたっていいじゃん。で、叩くやつかもしれないけど、吹いてたよ。吹いてた。吹奏楽だったね。で、なんかあの体育館って大体こうなんかあの2フロア分になってて、こう2階にこうバルコニーみたいなのがあって、吹奏楽が毎回その入場と退場を演奏するんで、その上にいたんですよ。寝放題。あ、寝放題。寝てるじゃなくて、みんな寝てる。そうだ、あ、3年生はもちろん下に、うん、卒業するメンツはね、卒業するメンツはいないけど、もう 1,2 年生がもう上でこうもうなんかバレないもんね。バレない。え、でもあの入場と退場だけ、会場だけ、そうだけ。だからその間はもうずっとなんか誰か喋ってんなみたいな。なんかしかもちょっと薄暗くて、ちょっと暗くてポカポカしてて、トランペットも吹いてたんですけど、トランペットってこうベルっていうかのこの吹く音が出るとこ、こう下に置いてこうやって見てたらもうこう、もうちょうどいいね。ちょうどいいじゃん。もうチューバの子とかもう逆さまに置いてこう。しっかり寝てる。絶対ダメなんだけど、楽器的には。まあそうだ、置いてそんなことしちゃダメだと思うけど。そう、やってました。そう。泣いた話じゃなくて寝た話。寝ちゃいました。思ってたのと違うねんけど。寝ちゃいましたね。バーチーはある？そうですね。なんか。なんだ、なんか全あんま本当個人的ってわけじゃないんですけど、結構合唱曲とか、うんうんうん、結構感動しましたが、なんか全校生徒で歌ったりとか、私なんか中学はなんか
ってるかご存知かわかんないですけど、第一三章っていう合唱曲、やったやった、あの合唱のコンクールでやったわ。あ、私も合唱コンクールでやった。あれが結構なんかその1年の時と2年と3年でこうなんか学年で結構パートが違ったりとかして、だからこうなんか初めて全校生徒で歌練習するってなった時に初めてその四部合唱とか、はいはいはい、なんかまあ大体歌の授業とかだとまあ大体クラスとか学年だけじゃないですか大体、うんうん、でも、ね、そうですね、だからその初めて本当卒業式間際とかの全校で練習するってなった時に初めて完成形が聞けるみたいな感じだったので、それで初めて第一三章の四部合唱を聞いたときはめちゃくちゃ感動しました、ね、確かにね、すごかった、何百人っていう人数で、うん、あ、そうそうですね、そうですね、すごそうだね、だからすごい良かったです、合唱曲とか、うんうんうん、でもなんか世代によってあるじゃん、卒業式の曲とか、うんうんうん、確かにそうですね、小学校の時は世界に一つだけの花とかの時代だから、ダビダチの日にとか、ああダビダチの日にでしたね、うん、ああ確かにそう、あ、あとあれなんか羽ばたけ鳥みたいな、知らない、知らないの、え、そうなんですよ、知らない、ちょっと歌ってみて、え、羽ばたけ羽ばたけ、ちょっと待って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 、一人だと無理なんだね、なんかもう一人のもう一人のちいちゃんがいる、あれとあれと入ってくるでも聞いたことあるかも、聞いたことあるかも、知らない、うん、ちょっと全然入ってこなかった今、これで別にこれ作らなくていいじゃん、ね、誰これ、アルタの、アルタの人急に召喚したからめっちゃおもろかったよ初めて聞いたな、でもそれなんか私中学か高校かな、高校の時かなんかになんかその歌った合唱曲がなんかお母さん世代の曲で、生徒たちよりお母さんたちが泣くって、あ、そうだよね、お母さんたちもう帰る時にさ、お母さんたちみんなすげえ自分より泣いてる泣けないよね、そうなってくると自分より泣いてる人いると泣けないよね、あ、卒業かと思ってこうしんみりしてたなんかお母さんとかがおえつじゃんめっちゃ泣いてるなんか、ね、でもそう、卒業式のさ合唱の時って割とみんな泣くじゃん、でもまあ一回も泣いたことないのね卒業式で、まあ家庭、うん、通過点って思うから、なんか別に、あ、次のステップ行けんだ、ウェーみたいな感じだから、泣いたことないから、一人だけすっげえ一生懸命歌ってんの。大きい声で、みんなが歌えないなら私がみたいな感じで、で、卒業式の感想が、またあんたうるさかったよっっ、あんたの声が聞こえなかったよって、みんな泣いてんだからって。当時から声が大きかった。まあ、声は大きい方、当時から大きい方ではあるんだけど、あんたの声しか聞こえなかったわってお母さんに言われて、みんな泣いてんのかよ。みんな何で泣くんだろうと思いながら。ね、確かに泣いたことないかも、うん、はい、退場して、イエーイ卒業だぜイエーイとか言ってたらみんなが、え、みたいな顔されてさ、うん、なんで分かんねえなと思っておかしいなと思って。でも、唯一その、2013年からグループ活動したんですけど、それが5年間一生懸命頑張ったから、まあみんな全員解散っていうよりかは全員卒業という形になって、その卒業ライブではあのその気持ちを背負った歌詞をメンバーが一人が書いて、でメロディーとかも考えて、で振り付けもみんなで考えた曲を最後に歌った時は、一人が泣き始めるとみんな泣いちゃうから、さすがにそれは初めて泣いた、卒業というジャンルで初めて泣いたのはその自分のグループの時だけだったよね。学校は泣かなかったけどね。ちょっと難しいよね、なんか泣けなかったな、確かにすごいみんな思い入れあるんだと思っちゃった、ね、思った。だってどうせまた会うぜと思う人もいるじゃん、小学校から中学校なのにみんなどうせ会うじゃんって思うやん、二十歳になったら同窓会とかで大体会うよ、道端でばったりとかあるようだな、同じ地域に住んでたら会うよと思うけどね、だからそんな感じだったけど、まあね、さすがにグループ活動はあの芸能を辞める子もいたし、芸能活動を続ける子もいたから、まあね、結構あれ積み重ねてきたものとか、ね、そう一生懸命5年間注いだからねっていうのがあったぐらいかな。素敵な卒業だ、うん、卒業ね卒業式は本当に、え、なんか卒業式、あ、そうか、これは成人式の話になっちゃうけど、成人式はやめとこう、
違うもんね、卒業式じゃないもんね。卒業式成人式の方が通過点だ。行ったのかなみんなとか思って先週思ったけど、まあそんな感じですね。みんなもね卒業式皆さんなんかあるのかな、なんか他にも卒業とか今後なんか卒業っていうさ何だろう、この寝るとき抱き枕を抱きながら寝るの卒業しますみたいなさ、そういうしょうもないやつがあるだから最近卒業したなこれみたいな、ああ癖みたいなのをやめたなみたいな卒業、あ卒業、あそう卒業になるかわかんないですけど、私はなんだ前前髪あのセンター分けつくだった前髪を卒業しました。センター分けだった。確かにセンター分けだった。そうあれを卒業して。万年卒業。万年卒業式卒業しました。おでそうですね、卒業して前髪を作ったっていう意味では卒業になるかもしれない。最近のよねそれ。あ本当にもう数日前ですね。そうだよね。そうそうですよ、自分で切ったんですよ、風呂上がりに風呂上がりにこう濡れた髪を掴んでバツンって。だちょっとここ空いてんだよね。そうなんです、もうあの長年の癖で、万年の癖がね、ここが空いちゃってしょうがなくて。万年はずっと万年だったの。どのぐらいずっと髪の毛？いつぐらいだろう。4年ぐらいとかは結構長い付き合い。そうですね。はい、もうそれくらいはもう。前髪なかったので、前髪なかったはおかしいけど、前髪はあるね。そうそうそうですね、形変わっただけだ。そうですね。はい。それ万年卒業の人。はい、そうですね。はい。コーラちゃんも髪の毛ね、めっちゃ短くしたよ。あ、切りました。もう、あれいつ切ったんだっけ？いや、年末ぐらい。年末ですかね。年末らしいです、私が切った。覚えてないんか。覚えてなくて、そう、緑が入ってたんですけどね、バッサリと。はい、切りました。なんで切ったの？ちかさん、後藤ちかさんっていうマークトレスガールズで一緒にやってる同期ですね。同期の人ね。私ロイヤル、ザロイヤルって怒られちゃうかもしれないんですけど、ちかさんがプロデュースしてコアラも切ったらいいんじゃないって言われて、そうなんです、紹介していただいてバッサリ切ってきました。びっくりした、急にバッサリ切ったから誰か分かんなかった。あ、本当ですか。私もこんな短く切ったのは3歳ぶり。3歳だいぶ遡るね。そうそうそうなんです、ここ結構まあ今伸びたからあれなんですけど、本当にバッサリ切ったのはすごい短かったよ。3歳よ。自分の意思はゼロだよね。大丈夫、そう意思はゼロです。年齢聞いていいんだっけ。年齢大丈夫です。何歳。24で25になります。やっぱ22年間伸ばしてたと思う。伸ばしてた。長めだった。ずっと肩よりは下に、肩より下でした、ずっと下でした。3歳もっと上だと思ってた。怖い。年齢ですか、年齢どうですか。いや言われるんです、私28とか30とか言われるんです。言われるんですよ、本当に。お姉さん、なんかね、お姉さんって感じですよね。ありがとうございます。そうそうそう、おもろ。言われがちなんです、それは。3歳からね。3歳から聞いてなかった。ロングを卒業。卒業しました。3歳ぶりの。3歳ぶりの卒業。これから言うとき3歳ぶりに髪の毛切りましたって言って。います。おもろいから。3歳ぶりです。なんか、卒業したことある？卒業したことなんだろうな。あ、いや、でも卒業ではないかもしれないですけど、靴を集めるのをやめました。靴好きなの？靴がすごい好きで、靴とカバンがめちゃくちゃ好きで、服買わねえのに靴とカバンばっかりですね。本当にうちのその玄関に前まで靴箱なかったんで、吊るすタイプの靴をこう入れるラックみたいのがあったんで、それ下げてたんですけど、それのせいで扉バカ重くて本当何足入るんだろう、あれ多分3どんぐらい入るんだろう、15以上は絶対入るんですけど、ほぼほぼ全部詰まってて、でなんかもうやめようと思って、それ見てやめようそれ見て、あもうだって変形するじゃん、あんなに重かった変形した、そうよねちょっと変形したそう、もうそれを見て、あ靴買うのやめようって思って、もう一足買ったら一足捨てるっていうのを思って、でも絶対履かない靴とか似たような靴とかはもう捨てるっていうのを意識して、カバンももうこれとこれとこれしか使わんって決めて、これが壊れたら新しいの買おうって言って卒業したんだ。卒業しました、靴とカバンから。靴とカバンから卒業。油断すると、あ可愛い買っちゃう、あ
た。あ家にまだある。まだ履ける靴があるから、もういや、もう買わないっていう。おもろ。やっぱいろいろあるね。はい。さやからは最近は卒業じゃないけど、まあ、ダイエット中で、お米がめっちゃ好きなんですよ。うん、好きだったけど、なんか、たまに、なんか、体力的に、なんか、もう、ティコン、ティコン、ティコンみたいな、赤点滅みたいになってる時は、なんか食べた方がいいのかなと思って、ちょっと食べるけど、別に前までの、お米美味しいなみたいなのがなくて、ワンチャン卒業できそうだなと思う。米から卒業？米から。米卒業しないで。しなくても米が一番太るのよ、なんか体質的に。小麦は割と食べてんだけど、全然あれなの。だからこんなに米好きなのに米ダメなんだみたいな。卵アレルギーみたいなことで卵好きなの。好きすぎてさ、知らない間に 3,4 杯食べてるんじゃないですか。一時やばかったのがパスタになんか親子丼とか食べてたの。だからそもそも合わなくなっちゃう。確かにパスタはパスタで足りないから親子丼みたいな。追加おい親子丼みたいなとか、あと、まあ、そのグループ活動してる時もマネージャー激細の人でいろいろ頼むくせに食べないから、それをもったいないからって食べてたっていうのもあって、でもすごいめっちゃ太るわけでもめっちゃ痩せるわけでもない中途半端な体型ずっと維持はしていて、中途半端、まあそういうコンセプトのグループだったから、まあいいはいいんだけど、だからそれを頑張って卒業した。ラーメン食べに行っても絶対チャーシュー丼食べないとか、まあもうそもそもラーメンも食べに行かないように頑張ってしてて、でももうじゃあ干さなくなりましたね。米からの卒業、まあ、たまに顔出すけどね。食べてね。食べ過ぎからと。食べ過ぎから。米は本当にいくらでも食べれるから、何かあったらちょっとだけでも。もう味濃いものあってみ、もう。もう3合ぐらいいくから。5! ワンちゃんいける日あったから。そう。だからそれを、そう、食べ過ぎから卒業しました。はい。そんな感じで卒業シーズンのみんなの卒業の話を、いろんなね、面白いものから、はい。あったんですけども、はい、なぜ卒業の話かっていうとですね、本日の花金 TV 限定のポートレートが卒業がテーマでございます。はい、ちーちゃんとコアラちゃんは女装じゃない、女です。僕らの言い方は女です。生まれた時からセーラー服とかね、生まれた時から女ですから、女性ものの服女性ものの服をお召しになられているポートレートが5種類、はい、そうどんな感じですか。ちいちゃんマジでいるよね、こういう子いると。現役だと思ってる。これ現役ってなんか言われ、これはワンレンだもんね、まだ。そうか、ワンレンのちいちゃん。そうです。可愛い。切る前すぎて、切る前ですね。カルピスカルピス、カルピス持ってる。あ、CM 出れますかね。いけるいける。これあ、マッチいい。マッチお待ちしてます。CM 明けお待ちしてます。マジ委員長とかだもんね。生徒会の人です。あ、でも委員長。でもね、お隣が委員長ですよね。生徒会長と生徒副会長か。ありがとうございます。ありがとうございます。させていただきました。似合う。こっちがちょっとヤンキーがね。ちょっと違います。まず女装見せてよ。はい。いや、壁ドンですよね。これ壁ドンされたんですよ、ね、人生で初めて壁ドンされた。する側だもんね。する側ですね。かっこいい。ポートレートとかの時に。彼も可愛い。可愛くないですか。すごいですね。コキちゃんでかいから足大開脚してる。そうなんです。大開脚。頑張って、ちっちゃく。レア、そしてあとダンス、ダンス。ここにもいた、ここにもいました。これが女装の子ね。可愛い。はい。女装の子。女装の子。ギャルゲーの3番目ぐらいに出てくる。攻略対象の。ちょっと優しいヤンキーね。そう。3番目に出てくる先輩のヤンキー。先輩のヤンキー感ある、ね。これはなんか、コウキくんいますかって言われて、あ、何
なんかよ、みたいな。お前誰みたいな。ロケ地ももうパーフェクトに学校。パーフェクト学校だったんですよ。パーフェクト学校。これとかね、すごい学校っぽい。ね、めっちゃいい。っぽい。学校だったんですけど。たまたまね。サイハラ、初めてセーラー服を着ました。めちゃくちゃ可愛い。なんか、何これ。何かわいい。え、これな大丈夫か大丈夫大丈夫。かわいいです。え、なんでかわいい。かわいい。しっくりこないかすごいな。いや、かわいいよ。かわいいですよ。なんかこういう運動部の子いる。あ、いるいる。言われたな。それなんか言われたな。確かに。なんかバレー部にそうって言われた。あ、いそういそういそう。女の子に告白される。あ、確かに。ボーイッシュな。女の子やね。あとこれはあの後輩系、後輩系の最高じゃん。いい、かっこいい。後輩のワンコ系の感じでアップにしました。一年待たないと攻略に出てこないキャラクター。後輩だからね。後輩だからね。同世代じゃない。ちょっと不利っていう。そう。何が不利なの？攻略するの。攻略するの。一年足りない。まあこのね花金 TV 限定のこういうポートレートもございますので、ぜひとも足をお運びいただけたらと思っております。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、YouTube をご覧になっている皆様、はい、このチャンネルでは週3から4日この番組以外にも多数の番組を制作配信しておりますので、もしよろしければ YouTube 内にあるクルーズ TV のチャンネル登録、いいねボタン、ベル通知設定をしていただいて、チャンネル登録盛り上げていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、では、いきますよ。それでは